はい、皆さんこんにちは。物販講師の黒沢です。中国語の勉強をそれなりにようやくし始めて、改めて元語学講師として思い出したことがありますので、共有させていただきます。今回のキーワードはパスっていうことなんですけれども、要するに道ですよね。この中国語を勉強するためには、中国語の道をストレートに作る必要があるってことが、実は物販とかダイエットとか筋トレとか、とにかく新しいことを始める際には非常に大切なことなんだと。よく物販でもなかなか実績出ないんです、うまく商品リサーチできないんですっていう方いるんですが、当然なんですよね。やっていないことをやるっていうのは、新しい道を頭の中にもう一本開通させなければいけないわけなので、そう簡単に行くわけではないんです。ネットビジネス上だと誰でも簡単にっていう言葉が浸透してますけど、実のところビジネスだけではなくて、ダイエットも筋トレも何でも地味で地道でしんどいことなんて多々あるに決まってるんです。じゃあその理由は何かっていうと、今回お話しするこのパス、道ですね、が関係してきますので話しさせていただきます。When you open up my brain and try to find the path, you can find the path like this. This is my English brain. I'm using my English brain now. And this is my mother tongue Japanese brain. When I think what I wanna say and when I say it, I use my English brain directly, so I don't need to use my Japanese brain to make my thinking into words. Instead,You usually use your Japanese brain to translate your Japanese into English and try to say it into words. So it's like a long way to do it every time. For instance, when you say 今日は晴れです in English, you think 今日は晴れです and 今日は晴れです is it is fine and you say it is fine. Also, when you hear somebody saying I'm fine, you do not use your English path.Because at first you don't have it, so you have to translate this English into Japanese. I am fine, 私は元気です and you understand. You need long way to understand every time you hear or every time you think and say something.要するに、いちいち日本語のを介して英語を言おうとしたり、英語を聞き取ろうとするのでは、本当に面倒くさい流れになるってことなんですね。直接英語で理解し、英語で話す。英語で聞き取り、英語のまま理解するっていう、このパス。英語脳って私は呼んでいるんですが、それを開通させることによって、この理解の遅延、コミュニケーションの遅延、っていうのは解決することができるわけです。それと同じように、新しく身につけようとしているのが英語ではなくって物販だったとします。その場合も皆さんが今までの考え方、これに基づいて話を進めようとしているから面倒くさいことになるわけですよ。なかなかうまくいかないんです。新しい道をもう一本開通させるぐらいの気持ちで新しい物事と向き合っていかないと、それはなかなかうまくいかないのは当然の話なんですね。一朝一夕で解決するような話ではないっていうのはご理解いただければなと思います。公衆卸市場ツアーご一緒した方はよくわかると思うんですが、私が中国語で話そうとして韓国語になったり、英語で話そうとして中国語になったり、ちょっとごちゃごちゃしてる様子っていうのを目の当たりにする方がいらっしゃると思うんです。他の道、例えば中国語脳を使おうと思ってるんだけれども、その中国語脳がうまくまだ開通していないので、ここを一切合切が外国語脳の道みたいなものもやっぱり存在してるんですよ。それが結果的に外国語、中国語になったり韓国語になったり、わちゃわちゃしていく様子っていうのがよくわかるんじゃないかなと思います。色っ気ねが、ヨーロッパ人パス一個、オンジェラワッタカッタハゴイッソニカ、テテロヨンエソイエギハゴ、イルボンエソイエギハゴ、ハグゴエソイエギハゴ、チュングゴエソイエギハゴイッスミンダ。というわけで、今回は新しく何かを行う際に、今までの既存のルートをそのまま全部使うことっていうのは不可能なんだよと、よくよく考えてみれば当然のことなんですが、要するに今までの考え方をそのまま死守した状態で新しいことを行ってっても、それは実績は出ませんよっていう話をさせていただきました。新しいことをやるんだから新しい考え方が必要で、今までの生き方を繰り返しているんだったら結果は
今と同じってことですよね。今までの結果が今なんで、今までとは違う方向に進みたいのであれば、新しい道、パスを作る必要がある。私の英会話の恩師である山田先生がおっしゃっていた言葉だと、英語の風呂にどっぷり浸かりなさいっていう言葉があります。それと同じように、物販の風呂にどっぷり浸かるっていうことはどういうことなのか？今までね、ご自身がどんなに肩書きあろうが、どんなに実績あろうが、それが活かせる場合もあるけれども、活かせない場合も平気であるわけなので、そこら辺変にね、意固地にならず、プライドを変にえってここに持たずに、新しい考え方を持って進めていかないと、実績だとか結果っていうのは思うように得られないんじゃないかなって思うし、新しい考え方を持とうと思っても、それが一日でなるものではない。一日で完成するものではないっていうことを理解いただければなと思います。木は種植えて一日で大木には育たないのと同じです。英語もちょっと勉強したらいきなり話せるようにならないのと一緒です。私もコンサルタントとしてどれだけ効率的に進めるのかっていう部分、さらにその前提となる考え方やこういったパスの話ですね、英語脳、物販脳、こういった話について今後も情報発信に努めますので、ぜひご参考にしていただければ幸いです。では失礼いたします。